それではそれでデータサイエンスセンターの木村拓哉を開催させていただきます。今日のですね、講義のテーマはですね、見えないものを見る。まあ私のですね、仕事そのものです。私はですね、様々な半導体からですね、電車のトンネルからですね、生体分子、あとは原子レベルの構造体、それからですね、まあ、人体、まあ、あらゆるもののですね、見えないものを見るためのですね、まあ、技術の、まあ、研究をやって、まあ、実際に社会で使われているものも、いくつかあります。で、今日はですね、見えないものを見る、特にその中でも、水を見るというキーワード、まあ、そういう切り口でですね、まあ、見えないものを見るための、つまり、まあ、見るということは何なのかという、まあ、そのことをですね、しっかり、考えてですね、議論したいなと。説明したいなと思っております。その、まあ、水を見るというキーワードで、まあ、少し漠然としておりますが、この水を見るということがですね、まあ、実は、私は今一番力を入れている仕事の一つの、乳がんを、電波で見るということに関係するんですね。で、その話をですね、させていただいて、後半はまた別の、もう一つのトピックがありますが、水を見るというキーワードのですね、話をさせていただきたいと思います。当然ですね、見えないものを見るという時には、当然何か知りたいこと、見たいことがありましてですね。まあそれが、まあ自分が自発的に見たいもの、まあ、ふと見たいと思うようなこともたくさんありますが、こういうものを見てほしいと、まあ、様々な声を、いろんな職業の、まあ、お医者様であったり、半導体の技術者であったり、車会社の、車の設計のエンジニアであったり、土木の関係者であったり、時には、地震の科学をですね、やる人であったり、様々な人からですね、まあ、見えないものを見てほしいという話を受けます。今日はその中でも、乳がんというキーワードで、まあ、実際多くの人が苦しんでいます。これを見る、新しい技術をですね、世界に先駆けて神戸大のグループではですね、開発しております。そのことをですね、お話しできればと思います。乳がんはですね、毎年約52万人の方が、亡くなっています。大変恐ろしい病気です。1年間で52万人ですね。で、日本ではですね、大体11人に1人の方が、生涯で乳がんにかかってしまうということです。毎年約8万人の方が乳がんになりまして、1年間に1万4千人の方が、乳がんになるわけです。まあ、ということで、まあ、これはですね、実は女性だけではなく男性も乳がんになることがあるんですね。まあ、ほとんど女性なんですけど。で、まあ、女性にとってはですね、まあ、非常に身近な病気ということで、それがですね、まあ、テレビでもよく出てきますけど、まあ、乳がんで非常に大変な思いをして、まあ、亡くなってしまったという報道がたくさんありますが、まあ、そういうふうな報道が出るということはですね、やはりこのまだ乳がんの検査の方法というのはですね、まだ完成されてないんですね。つまり、まあ、後からお話しさせていただきますが、検査を毎年きちっと受けてもですね、すでに見つかった頃には、手遅れになってしまうというようなことが実際に数多く起こっているわけです。まあ、そういうことがですね、何なのかということをですね、科学的に分析していくと。そして見えないものを見る科学がそこにどういうふうに使われていくかというのを説明したいなと思います。少し乳がんのことを説明したいと思いますけど、まあ、がんはですね、もしかしたら皆さんお若い方が多いですが、早く見つければ見つけるほどですね、生存率が高いということです。まあ、つまり、大きな乳がんが見つかるとですね、非常に危険な状態。小さい乳がん、小さいというのはですね、まあ、大体1センチ以下のもの、小さいと言いますけど、小さいものが見つかればですね、ほぼ、10年後の生存率が 90% を超えるということで、まあこれはいかに小さいもの、体の中にある、いかに小さいがんを、見つけるかということがですね、まあこれは乳がんだけじゃなくて、あらゆるがんに言えることだというふうにまずご理解いただければと思います。それでですね、まあいきなりですね、まあ、乳がんの、技術の話をするより、まずですね、見るとは何なのか、画像で見るとは何なのかということをですね、整理しておきたいと思います。我々が身近でものを見る、それが何なのかということですね。
まあ、見るということですね。自分の手のひらを上げてみるとか、まあ、例えば、まあ、今だとですね、まあ、コロナにかかっているかどうか、まあ、熱が高いかどうか、赤外線で見るとか、ね、まあ、そういう様々な見るという形があるわけですね。で、まあ、人間が日常的に風景を見るとか、景色を見るとかというのは、ね、まあ、基本的には太陽の光や蛍光灯の白い光、白い光というのはいろんな色の光が混ざったものですけど、その光のですね、吸収を見ているんですね。もうちょっと整理させていただきますと、例えば青い髪が見えるというのは、青い髪だけが反射して、それ以外のものはですね、目に届いていないんですね。つまり、見るということは、ある種特定の、まあ、見るということはですね、そこに必ず色がありまして、色というのはですね、実際には、その波という、まあ、つまり光というのはですね、いろんな波の波長という言葉がありますけど、つまり光というのは、太陽の光とはいろんな波長が混ざっているわけですけど、その光の波長の特に一部のものだけが反射して目に届くわけですね。つまりそうなるとですね、光、白い光、太陽の光というのは、いろんな光が混ざっているということをまず認める。そしてそれを認めた上で、目に届く特定の波長の光だけが来るんだよ。それで、青が青に見えるんだよということがですね、我々が日常的にものを見るということなんですね。で、それをですね、少し、話をですね、もう少し病院に向けてみましょう。病院にはですね、我々が日常に見るということをさらに超えたですね、まあ、驚くべき見るという言葉がたくさん散らばってるんですね。つまり病院というのはですね、見る技術の宝庫です。ね、今画面に出ておりますが、超音波であったり、レントゲンであったり、まあ、病院に行けば必ずもう皆さん当たり前のように受けていると思いますけど、この超音波で見るというのはですね、これは先ほど言った光で見るのではなくて、音で見るということですね。じゃあ音と光って何なんだろうという疑問が湧いてきますけど、まあ、それは後ほどゆっくり考えているとして、つまり、この左側の音というのがですね、後から申し上げるように硬さを見るということにつながるんですね。で、この右側は、これはレントゲン。これはですね、X 線という光で見るんですね。で、今この左側で骨がありますけど、この骨はですね、普通の蛍光灯に手を当てても見えないけど、X 線をやるとですね、人間の体の中の頭蓋骨までしっかり見えるわけですね。で、今日は私の話題として取り上げたい、この右側はですね、これは女性の乳房です。実は乳房の表面を、まあ、可視光で見ると、まあ、肌色に当然見えるわけですけど、それを X 線で見ると、まさに乳房の中がですね、どういうふうに詰まっているか、何が詰まっているんだろう、ということが見えるわけですね。今この乳房の中に、今まさに右のレントゲン写真は乳房のレントゲン写真なんですけど、右胸、左胸ということで白いもやがたくさんありますよね。これがですね、まあ、後から、乳がんの話と関係しているんですが、これはちょっと少し先に取っておきたいと思います。で、レントゲンを使ってみるというのは、先ほど申したように、X 線を使ってみるということなんです。つまり、見るということには、いろんな言葉が出てきました。これはおそらく科学の進化の歴史と同じように、様々な身近な体験をもとにですね、それを理論体系として構築、学問体系として構築していたわけですが、まさにそれは今、この講義の中で、歴史を過去から未来に、向かっていってるわけですね。で、光で見るということと、実は先ほどの超音波、エコーでありましょう、音で見るというのは、質的に違います。で、まず、光で見る、つまり、手のひらを数えて自分の手のひらを見るとか、X 線で物を見るとかというのは質的に同じです。そこにはですね、電磁波というキーワードがあります。つまり、我々が身近に人の顔を見たり手を見たりするのはですね、まさにこの可視光線というものですね。で、まあ、最近のところなんでですね、体温が高くなっている、まあ、つまり体の温度というのはですね、赤外線ということで、これはまた違う、光なんですね。違う光って何なんだろうっていうことですけど、光にはですね、いろんな種類の光がありまして、
それはですね、波長という少し短い、難しい言葉でできますが、もう少し簡単に申し上げると、光というのはエネルギーが強いものとエネルギーが弱いものがあります。それはですね、光というのは波の性質を持っていて、まあ、つまりエネルギーがですね、空間を伝播していくわけだけど、そのエネルギーが高いというのはですね、何か物に当たった時に相手を変化させる力が強いもの。それがですね、エネルギーが高い光ということで、例えば紫外線や X 線やガンマ線だったりするわけです。その逆で、ね、赤外線や、マイクロ波電波、まあ、これはほとんど同じ言葉だと思っていただいたらいいんですが、電波、携帯電話で使って電波は届かないねとか言ってますけど、それはエネルギーが弱いということなんですね。でつまり、このエネルギーが強いもの、弱いもの、コロナウイルスをですね、殺菌するのに紫外線、紫外線と言ってますね。紫外線を当てればコロナが分解できるというのはですね、まさに光のエネルギーが強いから、そのエネルギーが強い光がウイルスの、エンベロープ、分子に当たるとですね、それが分解するわけですね。当然ですね、まあ、そういったものは安全なはずがありません。もちろん、紫外線を長時間浴びると人間の体にも影響があります。まあ、なぜならば我々は太陽から紫外線を浴びてますけど、それは一定量なわけでして、それを大幅に超える除菌のための紫外線を浴びると健康になることがあります。まあそういうことも含めてですね、光というのはいろんなエネルギーのものがあるんだよということをここで伝えたいなと思います。で、光というのはですね、さらにこの話を進んでいきますと、光というのは電磁波です。先ほどはエネルギーという言葉を出しましたけど、次は電磁波という言葉を出します。電磁波って何なのということですね。電磁波というのは、まさに、一番簡単に考えると、電気的なエネルギーが波として伝わっていくような、そういったものということですね。まあ、そうすると何かよくわからないなということになりますけど、今ちょうど画面にですね、身近な例えということで、まあ、下敷きを頭で、擦るとですね、バチッと髪ったり、髪の毛がキュッと上がったりしますよね。それは静電気ということですね。まあ、あとは、冬乾燥した時にですね、帯電して、車のノブなんかそれとバチッといったりしますよね。で、またですね、電磁の磁波、磁界ですね。また皆さんは磁石と呼ばれています。磁石を近づけると鉄がくっつきます。つまり、まあ、電磁波というのはですね、電界と磁界の、まあ、これはですね、こういうふうに言うとですね、まあ、電界というのは性的な電界ですね。で磁界というのは静的な磁界。そういったものが、時々刻々と変動しながら空間を伝わっていくようなものなということです。少しですね、説明してしまったような気がします。つまり、電界と磁界というのは、先ほど言った磁石とか、下敷きを擦り合えるようなこと、そういったものがですね、非常に激しい交互に、相互にですね、変動しながら空間を伝わっていくものだということがですね、まあ、昔の科学者たちに調べられたんですね。まあ、一見ですね、何か太陽から来る光と磁石の磁場が全く違うような気がしますけど、それがですね、例えば磁石をわずかに動かしていくようなことをするとですね、だんだんそれが電磁波の性質を帯びていくということで、ある種その我々が身近に感じている静電気、磁石みたいなものの、それは変化はないわけだけど、その変化を早めていけばいくほどですね、だんだん我々が身近に感じている光の性質を思ったものと、辻褄が合うように接続されていくということでですね、まあ、そこには共通した理解が生まれていくわけですね。まあ、まあ、そういうのはまさに昔の科学者たちが考えた驚くべき発想の、いろんな様々な身近な経験をもとにした発想、考え方の接続だと思います。で、まあ、この辺に、この話を続けますとですね、まあ、電磁気学の講義になってしまいますので、今日はですね、見るというキーワードを絞って話を進めていきたいなと思います。まずですね、まあ、見るというもので、今皆さんの、頭の中には電磁波、もうちょっと俗的に言うと、まあ、単に光というふうに言ってもいい。まあ、ちょっと光というとですね、可視光と指すことが多いんだけど、エネルギーを持った電気的、磁気的な波がですね、空間を伝わっていく何かそういったもので、エネルギーが非常に強いものが X 線で、エネルギーが非常に弱いものが電波なんだよというふうに思ってもらえばいい。それで、じゃあ物を見るということはですね、一番最初に言ったように、太陽の光、すなわち太陽から来る電磁波がですね、例えば青色の光を持ったものだけが物に当たっ
で、目に届くから青色に見えるんだよというふうに考えると、まさに X 線で物を見るということはですね、X 線を測定最初に当てて、で、今ちょうど画面にあるように、でまさに日陰の話なんですね。つまり、日陰を見ると、夏、太陽が照ってる時に太陽のところに立ちますと日陰ができます。まさにその日陰ができる原理が、X 線で、先ほど骨が見る原理と全く同じなんです。まあ、ところが、太陽で日陰ができる場合は、まさに人間の体が可視光を吸収してしまうわけだ。X 線の場合はですね、X 線を吸収する。つまり X 線を吸収するのはですね、実はその物質を構成する電子なんですけど、その電子がたくさんある場合とない場合で、影の絵が見えるわけですね。だんだん、込み入った話を、してしまったと思って、少し、その物質って何だということに話を掘り下げていきたいと思います。今までの話では、まあ、なんと言いますか、ある種、身近な経験の中から、見るということは何かというふうに考えてきたわけだけど、少しそれをですね、ミクロの世界に想像を広げていこう。ミクロの世界ではですね、原子というのがあります。それはですね、物質を構成する最小単位です。最近ではさらにその原子核の中の素粒子の構造なんかも深く調べられているわけですが、まずは原子ということで考えてまいりましょう。その原子というのは何なのかというとですね、この原子核の周りをですね、電子が取り巻いている。取り巻いているというのは何と言いますか。取り巻いている、こういう絵を描きますとですね、あたかも人工衛星が地球の周りを回っているように、まあそんな風に思うかもしれないけど、実はですね、その説明は正しくなくて、電子がですね、ちょうどこの原子核の周りをですね、こうゆっくり説明いたしますが、この原子核というものの周りに電気を帯びた非常に小さい粒子が波の性質を帯びて、低材波、つまりちょうどですね、波が立っているんですね。波が立って、ちょうど低材波。低材波というとですね、波が始まって、こう波を描いてですね、ちょうど最後に波の、例えば波がですね、山から始まったというふうに絵を描くとですね、ちょうど最後もその山で終わるように、ちょうど波としてちゃんときれいに一周つながるような状態で、実は小さい粒子である電子が波の性質を帯びて、そういった安定したですね、経済の形を作っているんですね。まあ、こういった考え方を当時の科学者たちが見つけた、わけです。まあ、ドブロイとかですね、ボーとかシュレディンガーみたいな人が、この原子の構造を見つけたんですが、何を隠そう、その X 線を吸収するものというのは、病院で我々が身近に受けている X 線を吸収するのは、この物質の中の、その物質を構成する最小単位である原子の中の電子、というのが、この X 線を吸収するんですね。吸収って何だというふうに思いますよね。吸収というのはね、そこはですね、まあ、あえて正しくないけど、地球の周りを人工衛星が回っていると、まあ、そういうふうに考えてもらうとですね、例えるならば、この人工衛星の軌道はより高い軌道を回るという状態が起こるんですね。つまり、原子核の周りを電子がある種、こういったふうな形でですね、まあ、安定な波を形成、まあ、軌道を回っているというふうに言わせてもらう、あえて言わせてもらいますが、それがですね、より高い軌道に行くというような状態なんですね。つまり、原子核の周りの電子はたくさん電子がいてるわけだけど、それは X 線を浴びるとですね、より高い軌道でですね、それが安定した状態を持つことが、実験的にも理論的にも示され、完全に示されてるんですね。驚くべきことですよね。目には全く見えない世界ですと。で、まあ、それがですね、X 線がものを吸収するということ。つまり我々がレントゲンを取ったときは、実は我々の体に X 線が到達して、あのレントゲンの写真が撮れるということは、我々の体にある骨がですね、骨の中の原子、カルシウムっていう原子なんですけど、その原子の周りの電子がですね、X 線を浴びてより高いエネルギーの軌道を描いているということになるんですね。まあそう考えると何か怖いような気がしますが、我々実際宇宙から降り注ぐ放射線をたくさん、まあさほど恐れることはないということですが、当然ですね、ああいうふうに体の中がはっきり見えるということは、はっきり見えれば見えるほど非常に強いエネルギーがたくさんある。まあレントゲンの場合はということになりますので、当然被爆ということが出てきまして、人間の、ライフタイムに大きな影響を及ぼすことになります。もう一度ですね、見るということはですね、
何か光を透過して影として見るという、そういう見るかということですね。一番最初は太陽の光が飛んできて、例えば赤だったら、まさに今この画面を皆さん見ているように、赤色の光が目に到達して、反射して見る、透過して見るという言葉があるわけですね。まあ、そう考えるとですね、さらにもういろんなことが、想像できるようになってきますよね。つまり、レントゲンを見るということは、病院で X 線を見るということは、何なんだ？つまり、じゃあ、それはですね、電子の吸収を見るわけです。電子の吸収って何だろうということですね。骨が見えるわけです。骨っていうのは硬いわけですね。いや、骨じゃない筋肉や脂肪は骨に比べると柔らかいわけです。じゃあ、なんで骨は見えるのに筋肉が見えないんだろうって疑問に思いますよね。それは、骨は硬い。硬いものはよく見える。柔らかいものはあまり見えない。それは何が違うんだろう。まあ、これは、まあ、単純ですね。もう、特に何も知らない。まだあまり勉強したことがない。まあ、知識がない。と、前提とするとですね、重いか軽いかっていうことなんですね。まあ、要はですね、体の中にある重いものが見えて、軽いものが見えないんだということです。それはですね、まあ、いろんな、まあ、科学的な情報を入れ、ダイエットして喋るとですね、非常に重い金属の元素ほど見やすくて、軽いものほど見えにくくなるわけです。じゃあ、先ほどの話とうまくつなげてやりますと、重い金属というのは電子がいっぱいいて、軽い金属というのは電子があんまりいないから、X 線を吸収できないんで、重い金属はたくさん電子がいて、それが吸収して、骨が骨と見えるんだなというふうに、まさに今この画面で出ているようにわかるわけです。つまり、まあ、X 線を使ってですね、何かを見るというのはですね、まあ基本的には骨折、病気で言うと骨折を見るためのものなんですね。まあなので、まあ時々ですね、まあ病院で、まあ、肺がんを見るとかね、X 線を使ってそういう、まあある種腫瘍を見るなんてのはですね、まあ後から話が出てきますが、骨ではないわけなんですね。骨ではない変化を見るというのは、まあ根本的に難しいということになるんですね。で、それではですね、まあ、この光の話は少し置いておいて、他の角度で、超音波で見るというのを説明したいと思います。まあ、超音波というと何かすごい場面のような感じがしますが、まあ、これはもう少し簡単に考えてもらったらいいと思います。何かものがあって、それをぐーっと、力を加えて押すと変形しますね。つまりその変形、ですね、物体を力を加えたときにその変形する。その変形そのものがですね、空間を非常に速いスピードで波として伝わっていくんだよということが超音波です。つまり超音波というのはですね、実際に、物が動いているわけです。まあ物というとですね、まあ質量のあるものというふうに考えてもらったらいいかと思いますね。重さを持ったものがですね、実際にそれが動いて、その動いたものが、動きがですね、伝わっていくわけです。まさに、除夜の鐘をゴーンと鳴らすとですね、音が響きますけど、あの音が響くのも空気の分子、つまり重さを持った分子が実際に揺れてですね、その揺れが伝わって耳の鼓膜を揺さぶって、そしてですね、音が伝わっていくわけです。なので、超音波というのは我々が普段聞いている音と質的に全く同じものでして、人間のとかイルカとかコウモリとか様々なですね、波の速さの違うスピードの音を聞いていくわけです。特にですね、イルカなんての音で会話してるんですね。まあでもね、それはですね、イルカが音で会話してるよというとですね、まあ何か大変驚いたような感じがします。まあでもそれはですね、考えてみれば当たり前だと思います。それは、まあある程度いろんなですね、物理学を学びますと、海というのはですね、当然、塩辛い。塩辛いって何だ？塩辛いってのは、純粋な水の中に塩が溶けてるから。塩って何だ？塩ってのはイオンだ。イオンってのは何だ？電気を持ったものだ。電気を持ったものというのは何だ？まあ、そこにですね、先ほど言った電磁波が来ると、電磁波というぐらいだから、電気を持ったイオンとは、当然力を及ぼし合いそうですよね。つまり電気を持ったもの同士、プラスがあればマイナスがあるように、力を及ぼし合うわけです。そうすると、例えば電磁波が海水の中に入ろうとすると、途端にその塩水の中の塩のイオンが激しく
その電磁波、まあ、例えば電気によって揺さぶられて、あっという間にその塩水に吸収されちゃうんじゃないかななんて簡単に想像してしまいますね。まあそう考えるとですね、海の中の生き物が、まあ音で、会話せざるを得なかったというのはですね、まあ、まあ人間が声を出して空気を揺さぶって会話したのとほぼ同じであろうというふうに思います。まあ例えばですね、今我々は携帯電話を使って、つまり音ではなくて、まさにこのテレワークもそうですけど、電波を使って、会話してるわけですね。驚くべきことです。もはや声ではなくて電波で通信し合ってるんですね、我々は。こう考えるとですね、じゃあ、海の中でも電波で通信し合うようなことが起こりうるのか、なんて考えるわけですけど、やはりそれは先ほど言った理由で起こらないわけで、例えばですね、潜水艦なんてありますけど、ソナーっていうのがありますよね。例えば潜水艦が、周りの障害物や他の潜水艦を見つけるために、ソナーを使いますけど、当然水の中では音しか伝わりませんので、電波は使えない。つまり、海の中では携帯電話は圏外になるということで、必然的に、その音を使って通信するわけです。今いろんな、ね、少し脱線したような話になってしまいましたが、これはですね、物を見るということは、その見るためにはですね、二つ条件が揃ってないといけないんです。見るというのは、自分が能動的に何か相手に光や音を当てて、その跳ね返ってきた情報から考えるということと、相手が何か変化していって、科学的に変化していって、例えば何かが燃えていくとかね。まあ、そういうことで、相手が自発的に何かこちらに、音なり、光なり、そういう信号を送ってくる。この二つしかありえないわけです。とすればですね、見るということは、センサーがあって、例えば人間の場合はね、例えば目だったり、耳だったりするわけだけど、そういったセンサーがあって、波があって、相手があって、つまりこの三つの役者が、ね、揃わないと、見るということは考えられないわけですね。ということはそれを説明したかったので、この音というのを説明したいです。もう少しで、ね、今この画面でね、音って何だろうって言って、まあ、それはですね、物体と物体が、その揺さぶり具合を伝えていくわけですね。そう考えるとですね、まあ、いろんな世の中にはいろんなものがありますね。金属や水や空気や、粘弾性体、様々なものがあります。じゃあ、これがですね、どれが一番音が伝わりやすいのかななんて考えるわけですね。それはですね、まあ、実際に叩いてみればわかるだろうということなんですけど、まあ、例えばですね、じゃあ、もう少し、その構造を、先ほど原子の絵とかで暮らしたわけだから、そこからどれがよく伝わるかなんて考えると、これから新しいものが出てきたときに次々、論理的に、経験的じゃなくて、論理的に、予言的に考えることができますよね。例えばですね、金属は硬い。左側のコンニャクかな、マーガリンかな、これは柔らかい。硬いものってなんで硬いんだ。硬いってことは、物質は原子できてるって知ってるわけだから、硬いってことは、その小さい原子の粒々がしっかり繋がってるんだろう。柔らかいものは、それが、まあ、デタラメに並んでるんだけど、つまり、硬いと柔らかいということが、我々身近に考えられる。そして、小さいものとして、原子という粒々でできているかもしれない。となるとですね、硬いものというのは、原子が密にしっかり詰まっているんだから、その一部を揺さぶってやればですね、延々とその揺さぶりがですね、遠くまで伝わっていくんじゃないかというふうに考えると思いますね。まあ、そうするとですね、金属は、よく伝えて、一番左の、マーガニン、オリーブ油やこんにゃくのようなものは全然音を伝えるわけないよね、というふうになるわけですね。まあ、空気なんかもしかりですね。で、ここで面白いのは水なんですけどね。今日の話題は水っていうことですけど、水はね、硬い柔らかいという意味ではですね、まあ、あまりその議論は今ここでしない方がいいかもしれませんが、水ってのは非常に面白い物質でして、水はですね、実は結晶と言ってもいいぐらい、水を構成する原子というのはですね、しっかり鎖の構造を作ってるんですね。だから、水はですね、まあ、化学を勉強すると H2O と表されるわけだけど、H2O なんてね、そんな、単純な、原子が高々3つしかないようなものって、まあ、普通地球上ではね、CO2 と、地球上で気体として存在するのが普通じゃないの。まあ、そういうふうに思うわけですけど、地球の環境下でね、液体存在することができるんですね。それがなんでかって言うんですけど、それは、
非常にちっちゃい、少しの原子がつながってるだけなんだけど、それをお互いに非常にですね、電気的に強くですね、鎖をつないでいるんですね。これ水素結合って言うんですよね。その結合のおかげで、水というのは、その揺さぶり、先ほど言った揺さぶり具合というの、揺れということですね。その揺れをですね、遠方まで激しく伝えることができるんですね。ということで、お腹の赤ちゃんを見るときに、超音波エコ。超音波エコってお腹の赤ちゃんも非常に見やすいんですけど、それは赤ちゃんが羊水という水の中にいてるからなんですね。で、私のですね、得意技は実は、このマイクロ波ということです。私はですね、いろんな光の中で、このマイクロ波という光を最もよく扱っています。それはですね、実は、可視光とかガンマ線とか X 線とか、まあ、いろんな光がありますが、このマイクロ波を扱っているようですね、まあ当然 X 線なんかも、人工的に出す。まあこれはもうちょっと宇宙からですね、放射線が来てますけどね。で、紫外線、可視光、赤外線、これは太陽光からですね。で、マイクロ波電波というのはですね、まあこれは人間が人工的に、作り出して、これほど産業に、まあ、積極的に活用している光はないだろうということで、私が学生の時にマイクロ波って面白い。つまり携帯電話は、そのマイクロ波を使って、非常に遠くからですね、通信して情報をやり取りすることができるんですね。で、僕はこのマイクロ波というのは非常に好きでして、このマイクロ波を使った面白いことはできないかなということがですね、今日の実は乳がんの話と関わってくるわけです。で、まあ、マイクロ波とかですね、X 線とかですね、まあ、いろんなもので見るわけですけど、少しですね、光が物に当たった瞬間に何が起こるかっていうのをもう一回だけ復習したいと思います。先ほど X 線が物に当たったときは、今この画面にはね、いろんな粒々いっぱい書いているけど、この粒々一つがね、さっき出していた、この原子だと思ってください。で、この粒々がですね、たくさん並んでいます。例えば結晶のようなものをイメージしてみるでしょう。で、X 線が当たるとね、さっき言ったように、この原子の中の電子が、軌道が変わるわけですね。時には飛び出すこともあるんだけど。で、じゃあですね、X 線じゃない別の光が当たったらどうなるというふうにね、いろいろ考えを巡らせるとですね、それはですね、さっきエネルギーっていう、光ってのはエネルギーなんだよと。だってそれは、X 線を当てるとね、まあ、何か非常に大きな癌が起こったりとか、紫外線を当てるとウイルスが分解する。だけど、可視光だと分解しないとか。まあ、そういうことがあるということはですね、光ってのはなんか色とか種類によってパワーが違うんだなっていうことがすぐ想像できますよね。ということは、まさにその通りでして、X 線からパワーの弱い紫外線になると、紫外線、可視光になるとですね、まあ、だんだんこの原子核の周りを回っている電子が受ける影響が小さくなってくるんですね。X 線を上げるとですね、電子がポーンと上に飛んでいく。紫外線を見ると、それはちょっと飛んでいく。まあ、もちろん外の飛び出すこともありますよね。それが可視光になると、その少し遠くの軌道を回るだけになる。で、もはや今度は赤外線とかになるとですね、この電子はまあ、あまり影響をほとんど受けなくて、紫外線になるとですね、この電子はほとんど変化を受けずに、このプラスって書いてる原子核だけはブル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 とちょっと揺さぶられるぐらいになる。そしてさらに、エネルギーが弱いものを入れると、もう一個一個のものがもうほとんど揺さぶられなくて、全体としてなんとなくゆっさゆっさと、右左右左に動くようになる。ということです。さらにエネルギーを弱くしてくるのはどうなのか、マイクロ波がさらにエネルギーが弱いとなると、もう、いわゆる、なんて言いますかね、蛍光灯の光とか、だいたい 60Hz、関西関東で 60Hz、50Hz とか言いますよね。あれも電磁波なんですよ、もちろん。もうあのぐらいになってくると、もうこの揺れが非常にゆっくり行ったり来たりと。で、さらにそれが最終的には静電気で、静電気を帯びた手を近づけると、プラスがなんとなく左にちょっとだけ移動するよということになる。つまり、要約しますと、強いエネルギーのものを持つと、一個一個の原子の中の電子がパンと吹き飛ばされて、それが激しくまた真逆にですね、弱くなると全体的にゆさゆさというふうに動くようになる。で、ここでですね、この話をして、今自分に喋っていて面白いなと思ったのがですね、人間の体っていうのはですね、可視光とか紫外線なんかは当然貫通しないわけなんだけど、
人間の体っていうキーワードを、ね、今の話と結びつけて連想して考えると面白いんですよね。やっぱこの考えが大好きなんです。人間の体をね、通る電磁波。通るっていうのはね、貫通するって思ってもらったらいいかな。なんだろうって考えるとね、非常にエネルギーの高い X 線。さっきレントゲンがあるぐらいだから、人間の体を貫通するわけです。それと、その逆にね、非常にエネルギーの低い磁石の磁界なんかもね、人間の体を貫通するんですね。それはね、多分おそらく多くの人は身近で経験してると思います。例えば、方位磁振ってありますね。方位磁振って地球の磁界ですね。方位磁振を手でこうパッと覆ったからって、くるくるむちゃくちゃ回ったりしないんですね。例えば人混みの中で人がいっぱいいて、何十人何百人、まあ人でいっぱい囲まれていて、そこで携帯電話のコンパスが変な方向に向いたりしないんですね。これはね、結局人間の体がね、地球の磁界を通してるんですね。地球はでっかい磁石ですからね。ということはおかしいなって思うんですよ、そこで。人間の体をね、通過する光っていうのは、すごいエネルギーが高い X 線か、その真逆の、すごいエネルギーの低い、地球の磁場みたいな、両極端なんですね。真ん中を一切通さないんですね。どうしてそういうことになってしまったんだろう。よくわからない。まあ、それは進化と関係するのかもしれない。よくわからないんだけど。そういう真ん中がダメで両端がいい。これがでも人間の体の中を調べるという重要な考え方の基本になって